しっとるねマダムくん、かたまダムくん、おはようございます。おはようございます。もうすぐ夏休みに入るけ、夏休みといえばカブトムシとセミよ ね、うん、ね、ご覧ください、どうぞ。今日は市民参加型のセミ調査について調べなんてたい。セミの一生は切ないんだよね。マナブくんがやってきたのは中央区にある中央公民館。隣接する白川公園にはたくさんのセミが生息しています。案内をしてくれるのは大好きなエンジン音を聞くために 1200cc の大型バイクに乗る環境共生課の北村さんです。市民参加型のセミ調査って一体何ね。学ぶも学ぶ。熊本市では小学4年生以上を対象に自宅や学校、近所の公園などで発見したセミの種類を報告してもらうセミ調査を去年から実施しています。目的は何ね。市長の趣味ね。セミは森林が少なくなったり孤立した林になったりすると分布の状況が変化することから、都市化の進んでいる場所や樹木が残されている場所などの指標となります。そこで熊本市では市民から寄せられたセミの情報を集計し、都市化などの環境の変化を明らかにすることにしました。セミ調査の結果発表は中間報告として8月中旬頃、そして最終報告を9月下旬に予定しています。調査はいつからね。今年の調査期間はすでに始まっていて9月11日まで受け付けています。お子さんの夏休みの自由研究におすすめですし、大人の皆さんの参加も大歓迎です。調査ってどがんことばすっとよかつね。難しかったら僕は参加せんけんね。家の近くなどでセミの成虫や抜け殻を見つけたら、見た目や鳴き声で種類を判別して調査票に記入してもらいます。調査票は熊本市のホームページからダウンロードしていただくか、熊本市の動植物園、博物館などの施設でも配布していますのでご利用ください。記入を終えた調査票はメールやファックス、郵送などで熊本市に提出をお願いします。セミは何種類おると。熊本には8種類いると言われています。セミの見分け方がわからない人に朗報です。熊本市のホームページにセミの見分け方マニュアルが掲載されています。鳴き方や大きさ、成虫と抜け殻の写真もありますので参考にしてください。セミの抜け殻はどんなところにあると。主に見つかるところは木の幹や葉の裏、枝の先、地面近くの草などです。セミの抜け殻を見つけたら調査票の見つけた場所と環境、続いて日にちと時間を記入します。種類はセミの見分け方マニュアルを見て判別してください。セミの種類、見つけた方法、そして数を記入します。調査をした人の名前や住所、電話番号も忘れずにお願いします。親子で一緒に調査をすると楽しいです。時間が余ったけん何でも話してよかですよ。セミの調査をしながら生物との共生について学んでいただきたいと思います。マナブくんは何か調査したいことはあるかな。はい、僕の認知度調査です。いや知らんだったでしょ。時セミを通して自然のことを知ることができるよね。いや大事なことですよ。朝から結構泣き寄るよ ね、 ね、今もう大きい声で安田さんといかんぐらい泣き寄るもん ね、 ね。時セミの調査していろいろ知ることができるので頑張ってやりましょう。中華さんもお暇なのでやってください。暇なんで知ってんのよ。はい、頑張ります。ありがとうございます。さようなら。はい、ありがとう。